本日は初心者向けの全身痩せピラティスをご紹介します。はじめはストレッチから始めて、体全体をほぐした状態から徐々に腹筋だったり体幹を使ったり、足そして背中を使う動きへと入っていきますので、全身引き締めたい方、全身を整えたい方、ぜひ一緒にやってみてください。ではまずはストレッチから行っていきましょう。片足をこのような形で大きく投げ出していただいて、体全体は正面向いておきます。両手を体の横についたら、息を吸いながら伸ばしている足とは反対側の手をゆっくりと上げて、吐きながら伸ばしている方へと体を倒していきます。この時に体の向きが足の方に向かないように、全身は正面、画面の方に向けておいてください。では行きます。吸って吐いて体を倒す。吸いながら起き上がって反対側に行きます。吐いて反対に伸びる。お尻はできるだけ床から浮かないように体を左右に倒していきましょう。まずは腰から脇腹のあたりをじわーっと伸ばしていきます。では手を下ろしたら、今度は伸ばしている足の方にくるっと体の向きを変えて、両手を前につきます。つま先を天井に向けたら背筋を伸ばし、息を吐きながら体を前に倒していきましょう。足の後ろ側全体をストレッチしていきます。余裕がある方は手でつま先を上から掴んで手前に引いてみてください。できるだけ背中は丸めずに遠くに伸ばしていきます。自分のおへそと太ももの前側の距離を縮めていくように息を吐いてみましょう。 OK です。では体を起こして足反対に変えます。両手体の横、息を吸いながら手を上げ、吐きながら倒す。吸って起こして、吐いて反対側へ。繰り返します。両肩はリラックスをして、首は長さを保っておきましょう。深く息を吐いて薄いお腹、では体を起こしたら、伸ばしている方の足へと体の向きを変えて、足裏は内ももに軽く添えておきます。手前、つま先を天井に向け、息を吐きながら体を倒していきましょう。膝を軽く曲げてもいいので、つま先が前に寝ないように手前に引いておいてあげてください。添えられそうだったら手を上から添えて、もう一息深く吐きます。頭のてっぺんを遠くに伸ばしてみてください。はい、では体を起こしたら、ここからは四つん這いの体勢で背中をほぐします。肩の真下に手首をついて、足の付け根の下に膝、息を吐きながら背中全体を丸めていきましょう。吸いながら斜め上に伸び上がって、お腹と背中どちらも伸ばしていきます。はい、では元の四つん這いに戻ったら、両足つま先を立てて、右足を床と平行の位置まで上げていきます。足の付け根から大きく足を動かすように、横に足を下ろし上に上げて、反対側をタッチ。軸の方の足に体重が乗りすぎないように、両手同じように重さを感じていきましょう。ふーっと息を吐いて薄いお腹、できるだけ高さも出していきます。あと少し頑張りましょう。はい、では足を反対に変えます。左足床と平行の位置まで上げて、手でもしっかり床を押す。息を吐きながら横に下ろして、
足の付け根から大きく回していきます。腰のあたりがぐねぐねと動かないようにしっかりと薄いお腹で体を保ってあげてください。足の付け根から遠くに伸ばすようにして、ラスト1回。はい、ではゆっくりと膝を揃えたら足の甲を寝かせ、一度チャイルドポーズでお休みをします。両肘を軽く曲げて肩はリラックス、鼻先おでこを床につけ深く息を吐いていきましょう。前半のストレッチタイム終了です。後半は少しね、頑張っていろんな動きに挑戦していきます。はい、では両手を顔の横についてゆっくりと起き上がったら、そのまま背中を床につけ仰向けになりましょう。仰向けになったら両膝を立てた状態で、腰反ったり丸まりすぎたりしないように親指と人差し指をくっつけてお腹の上にポンと乗せ、指の高さが揃っているかをまず確認してみてください。この骨盤の位置が固定されている状態でこの後の動きすべて行っていきます。では両手を体の横についたら、片足ずつ丁寧に90度に上げてみましょう。で、太ももをぴったりとくっつけて、この背中の後ろがね、浮きすぎないようにふーっと吐く息で肋骨を締めていきます。両手を天井に向かって伸ばし、手のひらは正面、息を吐きながら上半身を丸めて腕床と平行な位置まで下ろしていく動き、これを30秒間繰り返します。息吐いて吸いながら戻す、吐いて起きる、吸って戻して。で、疲れてくるとお膝が近く来たくなっちゃうので、膝90度は保ちましょう。手のお腹をしっかりと縮めて息を吐き切ります。OK です。今度は今の動きに加えて、片足ずつ足を45度に伸ばして重さをしっかりと感じていく動きです。息を吐いて体を起こし、右足45度、吸いながら戻して繰り返します。皆さん、吐くときに肩頑張りすぎてないですか？鎖骨から遠くに腕を伸ばすようにして、首の長さは保ちましょう。OK です。では、最後は両足を45度に伸ばした状態で手を小さく動かしていきます。息吐きながら体を起こして両足伸ばし、ピコピコと手を動かしていきましょう。お腹がボコーっと出てこないように薄いお腹のまま頑張ります。あと少し。はい、戻りましょう。さあ、では続いての動きも仰向けのまま行います。両膝90度にしたら、手45度下に伸ばして、手のひら床、息を吐きながら今度はねじりの動きです。両足膝を揃えた状態で横に傾けていきます。息を吐きながらゆっくりと背中をべったり床に戻していく、吸いながら倒して、左右の腰の位置も揃えたまま動いてみましょう。この動きを繰り返します。さあ、ではまず骨盤をニュートラル、息吐きながら横に倒して、吐きながらお腹を絞る力で戻してきてみてください。
い、では今度一度足をついて上半身を半分起こします。肩の真下に肘をついたら両膝90度、かかととかかとをくっつけ親指の間拳一粒開けて斜め前に足を押し出して内ももを寄せ合います。そのまま膝を自分の方に近づけ吐いてプッシュを繰り返しましょう。内ももの筋肉を使って足の歪みを整える動きです。しっかりと太ももの内側を寄せ合ってぎゅー、かかとの内側も寄せ合って、はい、 OK です。では足を下ろしたら続いては画面向きで肩の真下に肘、両膝軽く曲げて揃えておきましょう。お尻を持ち上げて上の手を天井に向けます。このまま呼吸を続けてください。余裕がある方は少しお尻を沈めてあげる、沈めてあげるを繰り返します。この時自分の膝ついてる位置が前に出すぎていないかを確認してみましょう。肘でもしっかりと床を押して下側のお腹のラインを伸ばして縮める。では反対側も行います。ではお尻を上げて手天井、いけそうだったら下ろしてあげる、息を吐く。自分の頭のてっぺん、鼻先、背骨の長い一本線は崩れないように、OK です。お尻を下ろしたら今度はうつ伏せになりましょう。皆さん、あと2種類背中使う動きで終わりです。胸の横に手をついて脇締めたら顎を引いて背中の力だけで少しずつ体を起こしていきます。ゆっくりと下ろす、繰り返しましょう。手はあくまでサポートです。でほんの少し腰を自分の方に丸め込むようにして、恥骨で床を押しながら胸を長く伸ばしていきましょう。では降りてきた方、ラストは体を起こした状態で手を後ろに伸ばします。息を吐いて一度戻る、吸いながら手誰かに引っ張られてると思って起き上がります。繰り返しましょう。はい、では手足楽にしてください。本日は以上です。皆さん、よく頑張りました。サキヨガチャンネル。なんでこれ喋りながらやることしちゃったんだろうと思ってました。あのこのピコ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 した後はい、いいでしょうってな全然静かかった